給油のために向かう北の地方だが、ここはまだいい。私たちが飛ぶさらに向こうにはノルトベルカへの閉ざされた門がそびえる。15年前進撃する連合軍を防ごうと、ベルカ人が7発の核を起爆させ、自らを北の谷に閉じ込めてしまった。その歴史そのものが我々への戒めだったのではなかったか。門の入り口にあったベルカ人の7つの町は蒸発し、今でも放射線を放っている。ここはかつてのベルカ人の地、今は欧州の信託統治領ノースオーシア州。この土地をその名で呼ぶと、いや、ここは南ベルカなのだと土地の人に内心腹を立てたような顔をされる。アイエルラークは私たちもお世話になった練習飛行隊の飛行場。到着すると私たちの経験談を聞こうとする後輩たちに取り囲まれた。ジュネットのカーたちが私たちよりも早くこの基地に到着していたのだった。いつの間にか私たちはこの戦争で最も実戦経験の多いパイロットになっていた。バートレット隊員、ひよっこの私たちが。サンド島へ帰るとき、経験の浅い彼らを引率するよう指示された。おい、親父さんに感謝でもしようね。なぜか、あっさんがみっちり高校を教えといてくれたおかげさ。おかげで俺らは連中にもらって威張れる。まったくだ。後方も空中給油もおぼつかず、途中の基地ごとに着陸を繰り返すしかない彼らまで西の沿岸の守りに投入しなければならないなんて。このマクネアリ空軍基地の東に SSTO 打ち上げ施設が存在する。オーシア、ユークトバニア両国の共同計画の下で、かつて建設された全長12キロメートルに及ぶ射出橋、宇宙への架け橋である。この施設に対し、複数の方向から接近するユークトバニア航空部隊の機影をレーダーが捉えた。なお、打ち上げ施設では現在 SSTO の射出準備作業が進行中である。以後は当基地司令官の指示に従え。自分は当基地の指揮官である。当基地で給油中の戦闘機隊も当基地指揮下に入り、これを迎撃せよ。ただし教官未就の練習生は発進を許可しない。連中はまだひよっこじゃないか。発射まで10分、秒読み続行中。この宇宙基地への記憶は新しい。オーシア、ユークトバニア両国共同の国際宇宙ステーション建設のために作られたマスドライバーだ。平和主義者の大統領が削減した軍事予算を投入してこれを作った。あれがアークバード。アークバード、宇宙ステーション建設の第一歩として作られた白い鳥。それが今、打ち上げられるレーザー兵器を受け取るため軌道を離れ、大気圏をかすめる低い高度へ降りてこようとしている。宇宙に架かる平和の橋が宙に浮かぶことはなく、そのための機材が反撃兵器として使われようとしている。ああ、よう、なんすか。あいつは人工衛星みたいなもんだろ。なんだってあんなところ起動できる機動船なんですよ。んなことは分かってない。大気摩擦を利用して軌道を変えるシステム自体が衛星兵器としては脆弱じゃありませんかって言ってるんだ。そこを狙われたら大変っすね。もっと高度を上げた方がよかねえか。
秒読み続行中、あと3分。秒読みを中止しろ。こちら基地防空首相、敵編隊は輸送機多数、それに護衛戦闘機が追放している。敵の狙いは当基地の戦果だ。まさか敵がロシア本土の侵攻まで考えてる。
ションを決行する。打ち上げシークエンス再開。各位へ、打ち上げのタイミングは今しかない。最後まで立派にやり遂げよう。以上だ。気象班了解。制御班了解。誘導班了解。カタパルト付近の映像が捉えた。被弾したのか。カメラが故障しただけです。気が追いつかない。ミサイルの軌道を捉えました。迎撃します。ダメだ、カバーしきれない。大丈夫、落ち着けば撃ち落とせる。発射まで4分だ。それまで守り抜け。4分もか。とても保てない。1ポイント通過。
第2ポイント通過、第3ポイント通過。マスドライバー巡航ミサイル被弾。白い鳥が再び上昇していく。レーザー兵器を受け取って感動的な姿。でも私の本当の心はそれが戦争のために使われないことを望んでいる。敵国がこの基地を狙った本当の理由を彼らはもっとずっと後で知ることになる。それを知った時にはもう遅かったのだが。ユークトバニア軍による打ち上げ施設の占拠は阻止され、 SSTO 射出計画は実行された。射出された SSTO は大気圏上層へ降下したアークバードへとドッキングし、レーザー兵装モジュールを無事受け渡した。サンド島からの分遣隊第108戦術戦闘機構隊所属機は整備・給油作業が終了次第サンド島へ帰投せよ。